日向水力電気株式会社は明治後期から昭和初期にかけて存在した日本の電力会社である。九州電力送配電管内にかつて存在した事業者の一つ。宮崎市にあった電力会社で同市を中心に宮崎県南部に電気を供給した。開業は1907年。1927年に 九州水力電機へ合併されるが、1931年になって、宮崎県における事業は、同社系列の新都電気工業株式会社として、独立する。ただし、新都電気工業も1940年に、九州水力電機へ再吸収された。日向水力電気初代社長裁が、東吉1891年に、熊本市における、 熊本伝統の開業によって始まった九州地方の電気事業は、その後長崎や福岡などへと波及していき、1903年までに合計11の電気事業者が出現していた。宮崎県においても1900年に電気事業企業の動きがあり、地元有志の芝岡進む大和田伝造が中心となって、日向商業銀行関係者の賛同を得て、企業に着手した。 北起人の芝岡、大和田らは、宮崎県庁の義士らと共に電源となる水力発電に適した地点を探索し、その結果1901年11月に、宮崎市の南方、清武川上流の清武村大和座船引き黒北を発電所の建設地に決定した。しかし宮崎ではまだ電気事業がなく十分に認知されてもいない時代であったため、 資金調達に難航した。そこで1902年、当時全国各地で伝統会社の設立に関与していた京都の電気商材が陶基吉に支援を求め、翌1903年4月には柴岡と大和田が西川の元を直接訪ねて事業への参画を依頼する。依頼を受けて西川は宮崎を訪れ実地調査し、事業が有望と認めて事業への参加を承諾した。 サイガという有力な支援者を得たものの、日露戦争の勃発で、会社設立への動きは一時中断される。戦後の1906年になって、サイガと宮崎県側発起人の間で事業の共同経営に関する協定書が結ばれるに至り、株式の募集や推理権確保など、会社設立準備が進んで、同年5月15日にようやく宮崎にて、 日向水力電気株式会社の創立総会が開かれた。当初の資本金は10万円で、その半額を西雅が出資していた。社長には西雅が付き、芝岡進は、専務、大和田連造は、取締役となった。なお1915年に西雅が死去した後は芝岡が社長に昇格している。設備調達と建設工事は西雅率いる。 西ガ電気商会が引き受け、1906年6月より、黒北発電所の建設に着手する。同発電所には、ホイト製、フランシス水車とアイグ生産小交流発電機が据え付けられ、発電所から宮崎町内の配電所まで3500、ボルトで送電するという配電システムが構築された。翌1907年8月、 日向水力電機は宮崎町とその周辺を供給区域として開業するに至る。宮崎県で最初に開業した電気事業者であった。黒北発電所日向水力電機の電灯数は開業直後1780棟で、その後1908年には3543棟まで増加し、さらに動力用電力の供給も始まった。 しかし1908年は滑水の影響で発電量が大幅に減少して電圧が低くなり電灯が暗いとの批判の声が需要化から多数上がった。この対策として予備電源の確保を急ぎ1910年7月にガスエンジンによる出力1 2 0ットのガス力発電所を宮崎町内に新設している。発電力の増加により 伝統数は1911年に5000頭を超え、以降も増加を続けた。1912年からは、供給区域の拡大を推進し、まず開業前の霧島水電株式会社から事業を買収した。同社が許可を得ていた、供給区域は、西諸片郡小林村などであった。小林方面で供給を始めたのに続き、1917年7月には、 北北電気株式会社を合併した。同社は、小湯群か保北,北村の事業者で、1914年7月に開業。小湯群の一部や宮崎郡佐戸原町を供給区域としていた。供給面では、1915年3月に、ダイオド川水系両南側にて出力4 5 0ットの南発電所が送電を開始した。ところが、 供給成績の伸びが著しく、当時4つの水力発電所、総出力8 1 8ットでは供給力不足に陥り、1918年には配電線の新規延長工事を停止し、翌1919 19年3月には新規の申し込みを一切射絶せざるを得なくなった。需要急増の対策として、延岡電機からの受電開始で急場をしのぐとともに、 ダイオド川水系用北川での発電所建設を急ぎ、1921年7月に出力1 6 0 0ットの北発電所を完成させた。1925年3月、さらに野尻水力電気株式会社から事業を買収した。同社は1921年開業で西諸方郡野尻村などに供給していた小事業者であった。 翌1926年、日向水力電気の電灯数は10万灯を超え、電力供給も3000馬力に迫る水準となった。日向水力電気の所在地宮崎県は、1910年代後半以降、大淀川や耳川、五ヶ瀬川など有力な未開発水力地点が多数存在することから、有力電力会社や財閥による水利権取得申請が相次いだ。ことに、 県北部を流れる五ヶ瀬川では正解を巻き込む水利県の争奪戦が展開された。争奪戦の結果、福岡、長崎方面へ供給する東方電力、大分、北九州方面へ供給する九州水力電気、それに三井系の電気化学工業と住友財閥の出資によって1925年に九州送電が発足。同社の経営権は、 九州水力電機が掌握したことから、同社は宮崎県進出を果たすこととなった。一方、日向水力電機では、宮崎市における伝統支援化の問題に直面していた。営業地盤である、宮崎市の伝統事業が支援化されれば経営が困難となるため、日向水力電機は、宮崎県へ進出してきた九州水力電機へ合併を要請する。要請を受けて、 九州水力電機は合併を決定し、1927年7月に合併を実施した。合併時、日向水力電機の資本金は600万円。社長は大和田一郎であった。合併で九州水力電機は宮崎市、宮崎郡、小湯郡、東諸方郡、西諸方郡にまたがる供給区域を引き継ぎ、宮崎市内に宮崎営業所を置いた。 なお、宮崎市における伝統支援化はその後も実現していない。合併後、昭和金融恐慌、昭和恐慌を背景とする全国的な電気、料金値下げ運動が九州地方にも波及し、九州の電力会社各社はその対応に迫られた。九州水力電気区域では大分県、福岡県で値下げ運動が活発化したため、 これへの対応として同社は1930年4月に全社的な料金改定を当局へ申請した。この改定では定額等の場合10ワット等が新規設定され、20ワット等や30ワット等は従来地域ごとに差があった料金が全社的に統一されることとなった。新料金は全般的には値下げになったものの宮崎県では反対で20ワット等は 月額72銭から75銭、30ワット等は、月額95銭から1円にそれぞれ若干の値上げとなる予定であった。加えて、電灯の引き換え量が有料化されるという問題もあった。その結果、値上げ改定に反発した料金改定反対運動が発生し、九州水力電気は宮崎県での料金改定を見送らざるを得なくなった。 その後、九州水力電機では、主たる地盤である、九州北部から離れた宮崎県では統一、確一的な経営は困難で、なおかつ宮崎には独特の風土があり、地域に即した営業が必要であると判断するに、至り、1930年6月、宮崎営業所の事業の分離独立を決定した。1931年1月10日、 九州水力電機宮崎営業職域の電気事業を引き継いで、新都電気工業株式会社が宮崎市に設立された。資本金は1000万円。社長は九州水力電機社長の兼任であり、発足時は麻生太吉、1934年1月からは大田黒十五郎、1936年7月からは松本健二郎がそれぞれ務めた。 この間、増資や払い込み金徴収は一切実施されていない。新都電気工業に移された宮崎県での事業は、電灯、電力供給のいずれも、需要の増加は遅く、従って収入も、停滞的であった。その中でも力が入れられたのが、農村、家庭の電化による小口電力需要の開拓で、金額では少ないものの電灯量収入の、 増加率よりも電力量収入の増加率の方が大きくなった。ただし、収入増の一方で支出も増加しており、利益金は前次減少し、配当率は当初の年率8%から1938年には5%へ減少してしまった。供給成績は1938年10月末時点で、電灯数136,868頭。 小口電力5025馬力、大口電力7 4 2ット、電熱4 0 2キロワットであった。1930年代後半以後、日中戦争下で電力管理法施行や日本発送電設立など、国主導の電気事業再編が進む中、新都電機工業の親会社九州水力電気は、九州における民間事業者による事業再編の中心の一つとなった。 すなわち、1940年4月1日、参加の各社、新都電機工業、延岡電機、南豊電機、昭和電灯、筑後電機の5社を一挙に合併したのである。合併後、宮崎市には、九州水力電気宮崎支部が置かれた。合併後、電力国家管理が進展して、日本発送電への統合強化と配電統制が推進され、 1941年8月、廃電等政令の施行に至る。同令に基づき全国を9ブロックに分割し、地区ごとに国策廃電会社を新設して、これに既存廃電事業を統合することとなった。九州地方では九州7県に沖縄県を加えた地域の廃電事業を九州廃電株式会社に統合する方針とされ、九州水力電気と九州電気、日本水電、 東方電力の4社が統合に参加する、要当局から命令を受けた。このうち九州水力電機は、配電株式会社となるべき、株式会社に指定され、翌1942年4月1日の九州、配電設立と同時に消滅した。1921年6月末時点における、日向水力電機の伝統、電力供給区域は、 以下の通り1938年12月末時点における、新都電気工業の伝統、電力供給区域は、以下の通り日向水力電機、新都電気工業が運転していた、発電所は以下の通り、蒸気発電所のうち、廃止された発電所を除き、九州水力電機から九州配電へ継承され、さらに1951年以降は、九州電力に引き継がれている。 宮古の城警察署長、鹿児島県の軍長などを務めた元管理。河栄元年生まれ、1923年没。元は宮崎県の役人、大和田伝造の長男。住友銀行に勤めていたが、帰郷して創業期より、日向水力電気に携わる。新都電気工業に関するカテゴリー。ありがとうございます。